箱を紹介したいと思います。中にこれはしーちゃんがね、この前誕生日プレゼントでもらったやつ。うんね、なのでちょっとみんなね、あの時の撮影はちょっと遠くから撮ってて、どんな筆箱かあんま分かんないと思うので、みーちゃんアップにして今回紹介しましょう。アップ、アップすぎじゃん。まずね、ここ入れられるんだよ。そうそうそう、あとなんか金ホルダー入れられるんだ。このなんかリングみたいになってるところに、このなんかリングみたいなところあるよね。リングみたいなところに多分なんか金ホルダーとかをかけられるっていう感じだったよね、うん、確か。そうで、あとまあ買った時についてたけど、缶バッジとかをそこにね入れられる。先生に缶バッジダメって言われた。あ、そっかそっか、やっぱりダメって言われたんだね。取った。なんかね、レミがね削ったらね、鉛筆、めっちゃ折れてね、折れたのここにしまってほら。本当だ、折れたのそこにしまってるわけ。見えない。まあいいや。中。はい。ペラ。三回。あ、三個。ここの中にね、あれ、しーちゃんからもらった消しゴム。あ、なんかその消しゴムさ、カスがしまえるとか言ってなかった？ね、なんかここへ。こうやってドゥーンってしたらね、あれつくの、消しカスつくの。ちょっとそこを見せて。でそこを開けるの、パカって。ここね、こうやってね、ツンツンしたらね、消しカスついてね、ここね開けるとね、取れるの、消しカス。すごいでしょ。まあ消せまあ、してないんだけど、消しカス。次、ここメイン鉛筆はね、しーちゃんからねもらったのとね、あといろんなの入ってじゃん。鉛筆5本しーちゃんからもらったやつ。カエル、これね、授業中にカエル描いた。あ、その絵を描いたの。そう、授業中にダメじゃん。授業は真面目に受けない。あとね、使う前にね、あれ削ってたらね、折れてね、これだけちっちゃい、ね、ちっちゃい。次、書き方鉛筆、書写で使うやつ。はい。で、次、定規、三角定規。これ好きだよね、三角。次、赤青鉛筆、これはキャップ友達からもらった。ほら、ブーさん。次、はい、コンパス。それコンパスなの？そうだよ。へー、今時のコンパスってすごい。コンパスリミ2個持ってる。あ、そうなんだ。コンパスも使ってんの？いや、今はあんま使ってない。次、ペン。それは何に使うの？図工で使う。あ、図工で使うペンなんだね。なぞる線画ね。次、名前ペン、普通の名前書くやつ。それ油性？水性じゃない？しーちゃんが好きなやつ。水性だよね。今度油性のペンじゃなくて大丈夫な名前ペン。いい、ずっとこれ使って。あ、そうなんだ。以上。早いでしょ。あ、あった。じゃん。なにそれ。これね。ちっちゃいね。超使ったね。赤青。そんなに使ったの？すごいじゃん。うちゃんか、すごい、よく使ったじゃん。ほらね、もう削れないとこまで来たの。へー、しかもね、赤尾って揃ってんだよ、すごくない？すごい。まだ一応描こうと思えば描ける感じ？へー、赤尾鉛筆なくなった時ギリ使えるよ、これ。
すごいですよ。以上です。以上ですか。もうないですか。もうないです。しまう。まあ、そこがね透明になってるから、逆にそこにね見せる収納みたく、まあ、今ちょっと入れてないけど、まあ、絵描いたイラストとか入れたり、何でも入れられることは入れられるね、うん。まあ、缶バッチはちょっと学校でダメってことなんで、缶バッチ以外なんか入れられたら、ね、裏はどうなってんの。裏は真っ黒。裏、その裏じゃあ、ね、こっちはもう真っ黒だね。何にもない真っ黒黒です。ほんとシンプル。大きさもなんかちょうどいい感じだね。こっから見た普通の筆箱、うん、普通の筆箱。はい、以上です。いいじゃん、なかなか、うん、いいよね、うん、これいい。これからの季節暑いから、こうクリアなところがあるだけでちょっと涼しく感じるし、いいんじゃないでしょうか。どう、気に入った？しーちゃんが選んでくれたやつなんだけどね。気に入った。ほんと？よかった。何カスタネット持ってんの。いいでしょ、このカスタネット。カエルだよ。カエル、どこにあったのそれ。どこ。ああ、どこか。そう、今日はね、初めてじゃない、こういう画角で撮影するの、うん、リミのね、机から撮影してます。まあ、しーちゃんは結構こういう画角で撮影すること多いんだけど、リミはちょっと初めてかもしれない。ベイマックスめっちゃいる。そう、ベイマックスいる。頭が、本当だ。こっちはちょっとね、クマちゃんが、でっかいクマちゃんが寝そべってて、その上に帽子だけかぶってるみたいな。こっちはあのディズニーで買ったベイマックスちゃんがいます。はい、ちょっとこれです、ベイマックスちゃん。こんな感じ。怖い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 ですけど、ベイマックスのなんちゃらなあったよね。何それ、あれ、なんちゃらなベイマックスの乗り物。ああ、ハッピーライドだっけ。あの踊るやつ。そう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 。ちっちゃめちゃうです。はい。バイバイ。バイバイ。どこや。